小安駅は神奈川県横浜市神奈川区小安通り一丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK33。小安駅1.2番ホームから品川方を望む島式ホーム2メミ温泉を有する地上駅。駅舎とホームは地下通路で連絡している。2007年にエレベーターが設置された。エレベーター同士と駅舎は 地下通路ではなく新たに設けられた古典橋により連絡している。普通列車は当駅で優等列車を退避する。2012年10月21日のダイヤ改正のラッシュ時の上り普通列車の場合、優等列車を2本も通過待ちを行う場合があるため5分前後停車する。なお20時頃になるとエアポート急行は 隣の神奈川新町駅で回徳の通過待ちをした後、当駅で普通列車を追い抜くという運用もある。2012年10月21日のダイヤ改正から、日中はパターン化ダイヤになったため、普通は京急鶴見でエアポート急行を待ち合わせるため、回徳のみの並走を追い越したい人となり、停車時間が大幅に減った。当駅神奈川新町間は、上り線のみ、 複線の副単線区間である。これを活用し、ラッシュ時には普通列車と回得または特急が並走することもある。また、神奈川新町、または当駅で優等列車の対比がある場合は、神奈川新町と小安は4番線に停車するが、例外として普通が、神奈川新町3番線を出発するときに優等列車が同時刻に、 神奈川新町4番線に到着する場合には、普通は神奈川新町3番線を発車し小安で4番線に到着する場合がある。かつては特急停車駅であったが、新町建築が設置された際に急行停車駅に格下げされ、京急化また以南の急行廃止以後は、普通のみが停車する。そして2010年5月16日のダイヤ改正から、事実上の急行復活である。 エアポート急行が新設されたが、当駅を通過する。2019年度の1日平均乗降人員は7775人で、あり、京急線、全72駅中63位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の、推移は、下表の通り。駅前から、東日本旅客鉄道横浜線大口駅まで、大口一番街。 大口通商店街が続いている。また、当駅の横で、横浜線は、京浜東北線、東海道本線、横須賀線の線路をオーバークロスする。京急ではかつて1987年6月1日に、京浜と称する10駅を京急に解消したが、当駅前の交差点の名称は、京浜小安駅入り口となっている。ありがとうございます。